皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。今日も翌日帰宅です。ちょっとね、いろいろあって、また帰宅が遅くなったり、今日も本当はカラオケ動画を撮ろうと思ったけど撮れなかったりと、いろいろね、予定が変更になったけど、何をヘラヘラしてるんだってね。最近ヘラヘラしてることが多いなと。なんだろうね、もう笑っちゃうよね、みたいな。ここまで予定変更が多いと、もう予定立たないな、みたいなね。もう、呆れました。本当は休みなのに。お母さん、今日、ちょっと、一人の仕事いいですかって言われて、じゃあいいよ、って午前中行ってきて、2時ぐらいかな。帰ってきて、ちょっと家でゆっくりして、で、また、5時ぐらいかな、出かけて、8時ぐらいに帰れるかな、と思ったら、延長で、って感じで。いろいろあったけど、無事過ごせたんでよかったです。それにね、頼られるってことは、頼られるうちが花かなと思うんで、いいかなと思います。でね、ちょっと、この場をお借りして、この、岡くんのトーク動画を見ている人たちに、ちょっとね、お礼っていうのかな、お願いっていうのかな、伝えたいことがちょっとあるんで、軽く語ります。あんま時間がないんで、手短にちょっと伝えようかなと思います。多分ね、この、岡くんのトーク動画を、聞いてる人は、ツイッターやってる人が多いと思うのね。多分、ツイッターやってない人、何人いるんだろう、わかんないけど。多分、岡くんのツイートを見てると思うんだけど、つい最近、っていうか、おとといか、土曜日、あきらくんのところに、ちょっと、変なやつが来て、ツイッターを見てる人だったら、内容知ってると思うんだけど、変なやつが来て、いろいろ問題があったんだけど、その件でね、あきらくんが嫌な思いをしたけど、それでも、みんな、優しい言葉かけてくれて、リプだけじゃなくて、DM で、ちょっと、直接リプはできないけど、DM だけでも、っていうことで、言葉をくれた人とか、俺の方に、あきらくんにお伝えくださいって言って、あきらくんとあんま繋がりがないから、ちょっと、うまく言葉はかけられないけど、あきらくんの力になれたら、っていうふうに、俺に LINE とか、DM くれた人もいるしで、ちょっと、いろいろね、あきらくんがお世話になりましたということで、バカは兄バカを代表して、あきらくんの件でありがとうございますってことをお伝えしたいのと、ちょっとね、本当、彼は繊細だから、すごく繊細だから、あまり傷つけないようにというね、この、ね、動画をね、見てる人は、あきらくんを傷つけるような、下手なことはしないと思うんだけど、万が一、そんなことがあったら、身内とはいえ、岡くんからのお叱りが来ると思うんで、俺の身内を攻撃するような人間は、身内が争いではないと思うんだけど、多分なんだけどね、彼ちょっと地雷が多いんだよね。明くんって、どっちかっていうと、俺が本当に、そんな気容もなく、ちょっとした小言で怒られたこととか、ふんって言われたことあるから、そこはいいんだけど、彼の可愛さというか、アニマーク発言が止まらなくなるのでやめときます。とりあえずね、彼ね、ちょっとしたことで怒ったりとかするから、言葉選びを気をつけた方がいいのかなっていう部分はあるけど、そんな彼もね、もう、だいぶ大人になってきたので、年齢的にもね、もうちょっと大人なので、ね。可愛いとこもあるんだけど、ちょっとわがままなとこもあるんで、そんなことで怒るっていうことで怒ったりとかもするんで、そこはちょっと、許してあげてください。今回の件はね、本当に、あくらくんが、相手にしなければよかったんだけど、ちょっと、聞いて思っちゃったんだろうね。彼もね、やっぱり聞いて思うときは聞いて思うもんね。悔しいこともあるもんね。今後ね、彼には、ちょっと怪しい人には返さないようにするとか、怪しい人が来たら、岡くんにほうれん草をするっていうね、報告連絡、相談だっけ？相談だよね。思い出し笑いした。そしてね、岡くんに、お知らせして、今後対応していくってことで、決めたんだけど、多分、自己判断しちゃったんだろうね。言い返せばいいってか、言いたくなっちゃったんだろうね。それはいいかなと思います。結局話が長くなっちゃったけど、何が言いたいかっていうね。あきらくん、繊細だからねってことと、あきらくんのためにね、優しい言葉をかけてくれた人ありがとうってことと、あきらくんを悲しましちゃいけないよと、とんでもないことになるよと、いうことです。とんでもないの内容に関しては、あえて伏せときます。ツイッターでも散々言われたけど、
岡くんっていう人間は多分敵に回しちゃいけない人間なんで、本当敵に回さないでください。俺も、身内の争いを食ったりとか、食わないので。本来ならね、俺は穏やかな人間だから、どこがだよって思うかもしれないけど、本当に穏やかな人間なんで、結局のところは多分俺、自分からは攻撃しに行かないんで、争いが起きない限り。なんで、まああまり俺を怒らせないでというか、俺を怒らせるようなことはしないでくださいということです。まあみんな俺のことは怒らせるようなことはしないと思うけど、まあね、本当に、親しき中にも、ね、争いありということもあるので。まあ、そんな感じです。まあちょっとね、今日は何が言いたかったのか伝わるかはわかんないけど、まあそんな感じです。まあちょっと長くなったけど、以上です。それでは今日もありがとう。また明日もよろしく。